1ドル50円になるとか言ってましたよね。全然ならないじゃないですか。大ベストセラー作家にして保守系論客としても名高い作家の百田尚樹さん、彼の新刊が現在アマゾンで1位。タイトルは日本国旗。日本国旗、我が日本の始まりから終わりまでを書いているとのこと。いわゆる通史というもので、各時代を追いかけて紹介していくもの。塩野七海さんのローマ人の物語なんかがこれです。まだ本は売っておりません。11月15日発売とのことで、現在予約中ながら1位。さらにまだ本も出来上がっていないどころか、原稿が仕上がっていないとは、あの人気番組真相深入り虎ノ門ニュースで、ご本人の百田さん、さらにこの本の編集を手伝っているジャーナリストの有本香織さんも証言しておりますが、まだ構成というか確認作業を繰り返していて、終わりが見えないと虎八の中でおっしゃっておりました。長らく出版不況が叫ばれていて、新書の書刷りでも6000部とかいう時代になっているそうです。ちなみに、あ、ここにある、これは私が昔出しました本で、これは書刷り1万部出しておりました。で、ほぼ完売とのこと。もちろん百田尚樹さんの人気というのもありますが、わざわざお金を払って文字だらけの本を読もうという読者がいるんです。で、これはいわゆるこんな人たちがヘイト本とかいう韓国や中国、あ、名前を言ってはいけない国々でした。まあいや、これらの国について解説した本はやっぱり売れているんですね。虎ノ門ファミリーでいうと、ケント・ギルバートさんにせよ、関平さんにせよ、次々と新刊を出しているということは、それだけ売れているからなんです。それではなぜ出版不況と叫ばれているのか、まあ、こうしたネット動画も含めて娯楽の変化というのはあります。ありますが、それ以上に読者の求めているコンテンツが出版業界にはない可能性がとても高い。新聞と並んで売上不振が叫ばれているのが雑誌、とりわけ週刊誌っていうのはもうメタメタで、この週刊誌見るとほぼほぼこちら側なんですよ。月刊誌では花田とかウィルとか、そして月刊正論とか、ここら辺の雑誌もあって、これはかなり堅調。ところが週刊誌になるとほぼほぼこちらで、かつては文春と新潮といったら互いに別々のローンを立てたりとかしていたんですが、この新潮までこっちに寄っちゃって、今ちょっとこう突き抜けちゃったり。もちろんアベノバータという政権批判というのは、まあ、雑誌の一つの人気コンテンツなんで、まあこれはしょうがないかなっていう気もしないでもないんですが、10月18日の週刊文春の書評欄、まあ、本の紹介をするコーナーですね。で、ここで書評をしていた人が憲法学者の木村草太さん。で、ページをめくると落合恵子さん。さらに映画評論家さんのコラムの挿絵では小川栄太郎さんまでおちょくる始末。百田尚樹さんのまだ発売されてない本がアマゾンで1位になり、関平さんやケント・ギルバートさんなど保守系の本が続々と発刊される、まあ、つまりは売れている時代にあって、こちら側の声ばっかり載っている雑誌を買う人は果たして増えているのか減っているのか、まあ、普通に考えればわかることです。これは端的に言うとトレンドの変化です。例えばこうしたシャツの裾を入れるか入れないか、昔は入れるのが当たり前だった、それが出すのが当たり前になって、シャツインしてるのダサくねえなんつって中高生が言ってる時代が数年前までありました。今シャツをインするブームがまたやってきています。髪型で言えば丸坊主に薄らひげ、これも昭和時代だったらお勤めご苦労さんでしたみたいなね、そういう人のファッションだったんですが、今はどうやらおしゃれらしい。これも全てトレンドの変化です。そして出版業界ではこちら側よりここら辺が売れているということで、こちらの人たちはこの現象を受け入れかなどと言いますが、まあ、こちらからね、真ん中見ればそりゃもう右に行ってるように見えますよ。もともとの出版業界にはいろんな意見があったはずなんですが、こう彼らはずっとこっちに引っ張っていって、でまともな人たちがこっちにこう来た時に、おい右に行ってんじゃねえよ、受け入れかしてんじゃねえよっつって、実際はここら辺にいる。
こうした時代の変化に気づけない、気づかない出版業界というものが没落していくというのは、うちはあんこ玉とせんべいしか置かねえんだ、てやんでえっていう駄菓子屋さんと同じ。チョコレートとかグミとか食べたい子供がいるのに、あんこ玉とせんべいしか置いてなければ、次第にお客さんがいなくなっていく。ただあんこ玉やせんべいが好きな人の中にもうっかりでチョコレート食べちゃって、あ、美味しいってこう戻ってくる人もいるわけです。でまして日本人は柔軟なんで、あんこ玉もせんべいもいいけどチョコレートもグミも食べたいよねっていう人が多い。ところが出版業界はこちらの要請にしか答えてこなかった。今ここの普通の日本人が求めるものを提供する作家や出版社、編集者が現れてきている。それが百田さんの新刊がアマゾンで1位になった理由の一つ。あとですね、こちらの人たちの嘘が次々と明るみになってきたというのもあります。我々日本人というのはとりわけ嘘を嫌う文化を持っています。嘘をつくことが当たり前というどこかの国もあります。ただ我々はそうではない。だから嘘をつく人を信用しませんし、あまりお付き合いをしたくないと考える。ところがこちらの人たちは意図的か結果的かは分かりませんが、かなりの高確率で嘘をつく。これはヘイトじゃなくて事実なんです。証拠を見せしましょう。アベノバーカの論客の一人としても名高い、浜則子先生、この方1ドル50円になるとか言ってましたよね。全然ならないじゃないですか。さらにこれ以上円高が進んでもうんちゃらかんちゃらって書いてあるのは、1ドル70円とか80円になってた、これ民主党政権時代の雑誌で、結果はどうなったかというと、日本国はズタボロのガタガタ。それでもこんなことを言っていて、この後我らが安倍晋三の安倍政権が誕生して急回復をした、これは事実なんです。この浜先生は一例ですが、こんなことを繰り返しているんで、普通の日本人からこう信用されなくなっていく。これも一つの証拠になるでしょう。浜先生が載っていたのはビッグトゥモロー、これね、昨年の2017年の12月をもって休刊になっております。浜先生のね、ご託宣をこう乗っけていたところから、なんとなくこうね、想像できるかなと。ちなみに私、ビッグトゥモローにも出たことがあります。話を戻せば、こちら側にどん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 行っていた出版業界が、大多数の日本人がいるここら辺の需要を満たさなくなってしまった。さらに浜則子先生に代表されるように、言ってることがいつも当たらない人、ここでも TPP とか反対している、こんな人のご託宣ばっかり紹介していたら、そりゃ普通の日本人はね、見限るよねって話。こちらも人気ネット番組チャンネル桜の討論討論討論、こちらにお呼ばれした際も、私は楽観主義者ですからと述べたのは、こうしたトレンドの変化を感じているからなんです。私がネットを通じていろんな情報に接して、日本おかしくねって気づいた頃、ネットの中も含めて国内世論はもうここら辺のこう強固な岩盤規制というか岩盤世論がありました。あ、こりゃ変わんねえなこの国はと、やんばいなと。でメルマガを始めたりブログを始めたりしたのも、少しでも正常化してほしいなと、その考える材料を提供したいなと思って始めたこと。そして時間はかかりましたが、今徐々にながら確実に日本の正常化が進んでいると感じる今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。今回も最後にワンコのコーナーでお別れです。完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って、バカがいる。あの病気だって、あなたに会えたから。